どうも皆さんこんにちは。こんにちは。なんかね、今日は若い夫婦がやって来られてますね、この工場にね。うん、似つかわない。似つかわない、失礼な。イケメンとね、もう美女が揃ってますけども。お二人ともどちらから来られたんですか？香川県で。香川県、はい、車、ずいぶんかっこいいの乗ってきはりましたけど、ご主人の車ですか？はい、そうです。車は何乗っておられるんですか？僕は S2000 に乗ってます。後で撮らせてもらっていいですか？そこは、はい。めっちゃかっこいいですね。やっぱ、こうね、デュアルでマフラーバシーン入って、あの前崎師匠が空飛ぶような車だと言ってましたけど、あのウィングもあれ自分でつけはったんですか？いや、あれはもうあのつけてもらいました。あ、つけてもらった、はい。普段はお仕事は、整備士をしてます。整備士、あ、車好きって感じですね、前崎さん ね。もう車好きじゃないけど。ええ、そんな。奥さんはもう車がお好きとご主人から聞いたんですけど、はい、お車何乗ってあるんですか？私アバルトの595乗ってます。まだ500じゃないとこがポイントです ね。違う、そもそも目怖いですけどね、毎日。もんな若い風乗ってるくらい笑顔で行ってくださいよ。幸せに言う。お仕事は何なさってんですか？いや、手袋作ってて。手袋、はい、かの有名な、どうも皆さんお世話になってる、はい、車業界では。そう、はい、なんて名前なんですか？はい、カカザンっていうブランドでドライビンググローブをメイドインジャパン、はい、作らせていただいております。これなんかもう仕込みネタみたいになってますよ、実は僕。ありがとうございます。これっすよ、ユーダさんです。作ってもらったんですよ。前崎さん買ってくれはったんですよ。そうです。いい人ですね、あの人ね。ありがとうございます。あの人もういないけどみたいな。じゃあご夫婦本当に車が大好きで、両方とも車関係のお仕事、うん、整備と、ね、手袋を作られるって珍しい、うん、なんで今日こんな山奥までいらっしゃったんですか？香川県から。海もない町ですからね、ここ。まあ、目的はカフェセブンに。あ、伝説のカフェセブン。カフェセブンに。その聖地行ったついでですか、ここじゃ。いや、もうこちらもね。こちらもね。はみ落としてるやん。いい意味で言うとね、やっぱりね。おっさんの聖地やで、ね、ここは。おっさんの聖地、ね、ここですね。常に誰かいますもんね。うん、で、お3人はじゃ仲良しっていうか、前崎さんも、よう面倒見てる。そんなことはないけど。たまにしかね。たまにしか会わないもん。たまにしか会わない。でもなんか仲良さそうですね、3人ともね。お世話になってます。お世話になってる。はい。で、前崎さんと出会ったきっかけってお二人は何なんですか？カフェセブンじゃん。カフェセブン、うん、前崎さんが答えちゃいましたね。え、カフェセブンでばったり会ったんですか？二人、三人で。そうですよね。そんな感じは、覚えてへんわ。うん、覚えてない言うなよって。だからお二人どうやって前崎さんを知り合ったの？カフェセブンでコーヒー飲んであったんですか、この人は。え、私が、あの、カカザンで、イベントで、はい、あの、販売会してたら、まあ、挨拶しに来てくださって、はい、挨拶すんねやっていう顔してるやん。そう、僕とか今ひどかったでしょ、冷たいでしょ。飯食うのもあのぐらいもうね、下僕並み扱われて。で、最後ね、会計逃げてタバコ吸っとったらお前乗れやみたいな顔されるし、母親生やで、運転生ぐらいですけど。、まあ、それでお知り合いになって、そうですね、まあ、ご主人も一緒に行ってだんだん、遊びに来たら、今日ここで何するんですか、遊びに来たお二人は。前崎さんが目的ですか？車はいろいろ名車もありますけど。まあ、僕が、うん、まあ、魔術師と呼ばれる。お、いいこと言ってましたよ。どんなことをしようかなって。うん、興味でね。興味で、うん、まあ。で、今日は実は休業日にもなってるので、ね、技術的には見えないですけど、どうです？前崎さんに会った感想は。別に悪いように言ってもらっていいんですよ。悪いよ。全然 OK、OK。僕らみんなで盾になりますから。いや、難しい。イメージと違ったとか、優しそうとか、怖いとか。いや、もう、カフェセブンであったそのままですね。あままですか？飾らない男ですか？そのままの、飾らないですね。そうなんや。なんかもう優等生すぎた回答でね。ふざけたこと言ってるんだよね。なあ、ちょんまげとかひげとか。なんか、なぜおっさんはこういうポーズを取りたがるのか、いらんことしか言わへんおっさんでしたわ。そうそうそう。なんでおっさんはこういうふうにな、写真撮るときに親指を立てるねんっていうか。前崎さんは立てへん、俺はいつも。腕組んでますよね。こうはしない。なんでなんですか？
みんなと一緒のことするの嫌やん。出た。少数派マイノリティ派代表。そうそうそう。逆に前崎さんから車好きな、この若い夫婦になんか、今時の車業界からしてね、うん、こだわってることとか、逆に伝えておきたいこととかあります？せっかく香川から来てるんやから、1個ぐらいお土産で持って帰ってもらったらどうですか？まあ、目先にこだわらへんってこと違うの？というと。二人ともこだわった車には乗ってますよ。若い人は。車に対して？はい。車とかね。人生に対してとか？ああ、深い。もっと行きますよ。じゃあ人生にしましょうか。人生哲学ね。深い。今日は人生哲学ね。哲学？はい、人生哲学？若い夫婦にね、教えてやってください。まず諦めないこと。何事も諦めないこと。諦めないというか、もう何事も前向きに捉えること。うん。うん、で、問題事があった後には必ずいいことが訪れるわけ。うんうんうん、で、人の言うことを聞かないこと。うん、聞かないこと、うん。流されるなって、ね。流されるなって。自分で決めろ。そう。その反面、自分の尊敬してる人の言う言葉は必ず耳を傾けること。結構 4個ね、うん、さっと出ましたね。うん、どうぞ聞いてみて。なんか質問した方がいいですよ。人の言うことを聞くなとかね。結構反骨心のある言葉ですけど、実はね、年取ってわかるんですよね。例えばね、僕さっき通訳するとね、例えばご主人のためにね、多分ご主人が俺独立して会社やろうと思うんだよって言ったらみんなが止めると思います、うん。君のために今の会社にいなさいっていう人多いんですけど、実はあなたが飛び抜けるのが怖いからっていう人多いんですよ。うん、本当なの、うん。自分のために言ってる人が多いんですよ。失敗したらどうすんの、うん、奥さん路頭に迷わしたらどうすんのっていうアイディアキラーいっぱい寄ってくるんですけど、うん、やろうっていうのを、よし、じゃあお前死ぬ気でやるんやって俺も手伝ってやろうっていう人じゃない人らは意外と聞かない方がいいんですよね。聞かない方がいい。じゃないとね、自分らがずっとサラリーマンやってのはバカらしいってなってしまうんですよ、うん、あなたが出世してしまうと。もしくは苦労してね、油まみれで車整備してても楽しそうに18時間の20時間でも働く経営者になっちゃうと、それもまた悔しいんですよね。そんな感じですか？そんな感じ、そんな感じです。そんな感じです。人の言うことは聞いたらあかんよ。聞いたらあかん。聞いたらあかん。自分がやりたいと思うことに素直に向く方がいい。おー、金言やな、うん。諦めるなってのはどういうことですか？あのね、失敗をしたら諦めるって多いけど、うん、失敗せんと成功する人はおらんわけよ。そうですね、うん、失敗するから成功するわけよ、うん、よくプロ野球選手なんかでも3割バッターと言われるやんか、はい、7割失敗やからね。そうですね、そうね、うん、3割すごい、そう、3割ですごいって言われるんやんか、うん、で7割失敗なわけ、うん、って考えたら、まあまあまあ別に失敗なんて全然恐れるな、恐れる必要もないし、成功のもとやから失敗しすぎをくじけるんじゃないよっていう、そうそうそう、そういう人に前向きでいろってことなんですね、うんうん、前向きでいたい。失敗しても前向きでいったら成功につながる、うん、どうですかご主人、なんかこういう人が言ったらちょっとね、重み増しますよね。そうですね、うん、うちはだからあれやで、若いの失敗したりとかなんかこうヘマ起こしても、あーって言うても死なへんっていうのがセリフやから、あ、前超前向き、ね、死なないけど救われる、まあ、死なへんはそんなんで、ね、死ぬかー言うて出てるわいつも奥様の会社で大丈夫ですか、もう逆に死ねとか暴言吐かれてるそうだよね、お前のせいやみたいななすりつけられることあるだからなすりつけられてもそれでは死なんわけよ、殺されることもないわけよ、だからそんなことで別に言われたって何も思えへんね、死なへん、殺されへん、うん、死ぬこと以外かすり傷、かすり傷、かすり傷、誰でしたっけ峠、源頭者、箕輪さん、箕輪さん死ぬこと以外はかすり傷、まあ本出てますけど、出てます、うん、なるほど。でまあその諦めない前向きの、まあ、代表者が実はトーマス・アルバ・エジソンって言って、うん、アメリカで世界を明るくしたところっていう、こう電球作った人で、彼はこう意地悪な記者にね、またエジソンさん発明失敗しましたねって言われると、うん、うんうん、僕100万通りの失敗する方法を学びましたって言え、うん、超前向きキングなんですよキングなんですよ、そういう言い方なんで、その癖づけてるからくじけずにね、世界を明るくした男というあだ名がついた、これ前崎さんが言いたいことですよね。素晴らしい、なんか賢いこと言うてくれるやんかもう天才ですからねそう、大学26で行ってるっていうのに天才扱いをして素晴らしい、素晴らしい、出遅れ男です。そう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 、だから、うん、まあもう別に恐れんでええんちゃうかなと思うけどな、うん、俺なんかこの仕事始める時全員反対したもんね。ですよね、
全員反対やで。周りの。うん、周り全員反対。ね、周り全員反対した瞬間に俺は思ったことは、ギャッターと。なんでですか？いやいや、想像のつかないことをやから反対するわけじゃん、うん、みんな ね。っていうことは、こっちが作り出す、新しいことを作り出せば、成功するわけでしょ、うん、だから反対する人間が多ければ多いほど成功する確率は高まる。勉強だな。そう、だから、成功する人が、これどうって言って、それは成功するよ。ああしてこうしてこうしてこうやったらええねんっていう人の言葉は一切信用しない。うん、それは誰でも思いつくことやから。オリジナリティ。だから思いつかないは独創性のあることやと逆に周りは反対するから、要するにみんなが反対するから成功すると思ったってことですね。そうです。だから言うこと聞くんじゃない。僕ちゃんと日本語喋れてますか？喋れてます。ちゃんと、はいね、いや若い風に伝わるんだよ。いやと思うけどな、だから反対されたらやったと思うのよ。ご主人思います？上司とかに反対、僕こんなんでやりますって言ったら、いやこんなんマニュアルに載ってへんやんって。ああ、まあでも捉え方ですよね。ああ。物分かりめっちゃええですね。すごい。お弟子さんにもらったのよ。いやいや、狙ってんねんけど。狙ってんねん。初めてカフェセブンに行った時、うちに3年間修行に来いって。いやいや、分かって、いや、いや、前先さ、なかなかね、あのお弟子さん選びめちゃ厳しいです。あら。だから、見込みがある男やと思われてると思いますよ。うん、今すぐね、この辺でテント張れば、気合は入ってんなって可愛がってもらえると思います。テントテントからスタートですかね。テントからスタートやね。テントからスタート。僕見て分かったよ。なんかもう、飯をあんだけこびへつらんいつもありがとうねやんって、大丈夫。早く頼めや。最初に頼んでるのはお前頼んだんか。食えって言うのは食えないですからね。まあ、僕は置いておいて。あ、だからね、ご主人、まあ、ご主人ね、言い方もなんですけど、職人から見て、なかなか今の、切り返しやと見込みのある男に見えたんですね。いや、 やっぱりでもあの男って、うん、イギリスの何やったっけ名言で、うん、男を選ぶなら寡黙で、うん、笑顔の素敵な男がいいって俺入っていいっていうのがイギリスのことわざであるんやって、だから中国のことわざで言うと高原霊食少なし人っていう、あ、孔子ですね、孔子のね、うん、言葉であるけど、言葉巧みな人間はダメよって言うよ、うん、俺やんだよ。あれよ。俺の子もないよ。あれ気持ち上げよ。俺やん。もらい事故です。内輪差で氷に引かれた感じ。やられてますね。だから科目でこう、黙々とできるっていうのはすごく大事。うん、うちのトムなんかも科目やもんね。そうですね。科目っていうか、独り言が多いけどな、あれ仕事だけど。ねえ、あいつ一人で何喋ってるのかなっていつも思う時あるもん。でも認められし男ですよ、ね、しあら、まあ目に出るよね、うん、目に出る科目はイコール技術で答えが出ますもんね、うんうん、おしゃべり多い人って言い訳から入ったりとかね、いい格好から入って、そうそう、まあ、実態が伴えば多く喋ってでもいいんでしょうけど、うん、意外と科目な人が職人には向きますもんね、うん、そうやな、いい旦那さんもらいましたね。ありがたいですね。ありがたいって言ってます。うん、ありがたいって言ってますね。今だけ？いや、まあ今だけちゃうか。男女はもう別ですもんね。いけてる。いやでもこれはダメなんやって、これ。これこの間 YouTube で言うてはった。これダメやね。俺ダメなこと言ったなと思ってて。そうですか。あの、大人に結婚ってどうですかって聞いたら、ほとんどの結婚先輩の人が、結婚って大変やぞって言って言っちゃうわけ。うん、これってダメやねん。お、刷り込まれるから、ね、そう、マイナスなこと、結婚したらマイナスなことしか起こらないのに、なんでみんな結婚するのってなるやんか、うん、だから本当は結婚っていうのは楽しいもので、うん、ね、年を重ねれば重ねるほど、うん、ほんまは幸せが増していくっていうのが本当の結婚らしいんだけど、世間は、はい、結婚ってしんどいぞ、いろんなことあるぞ、うん、あんな問題あるぞ、こんな問題あるぞっていう風に刷り込む人が多いでしょ、うん、確かに、うん、うん、だから逆説から言った極論かもしれへんけど、うーん、こんなこと言ったら嫌われるかもしれない、大半の人間は分かってないね、結婚が、結婚っていうかいろんな物事の物事が、うん、否定から入って、もさっきのあの新たになんか物事を始めるときにこう否定されるとか反対されるっていう言葉と通じてて、大半の人はもう何も分かってない、うん、僕も分かってへんかもしれないけど、
や、うん、お師匠様分かってらっしゃいますよ、うん、ありがとうございます、はい、なるほどね、けどいいまとめ方になりましたね、うん、夫婦の結婚話、うんでしたけど、うん、確かに否定から入りますよね。結婚したら楽しいぞって、ね、特に旦那さんは絶対言われてると思うよ。あ、まあね、先輩に、最初の奥さんの扱い方とかね、うん、そう、お前稼いできたお金やのになんで小遣い制に変わってんねんとかさ、うんうん、今まで車にいっぱいつぎ込めたのにもう無理やろとかさ、うん、飲みに行くのも大変やぞとかさ、そう、うん、いちいち許可取らなあかんぞ、ここに子供なんかできてねえお前って言ってこう言われるやろ、うん、言われてない、言われてます、せやろそういう人の言うことは聞いたらあかんねん、まあですね、いや単純やけどそんなにね、なるほどって思いませんでした、うん、ね、意外といいよ結婚ってっていう人少ないね、少ないね、けど大変なこともあるけどね冗談で笑って言うのが普通なのに、なんなんなに否定的やったんでしょうね、うん、でもほとんど否定的なん違う、うん、自分の風を相手に押し付けてるだけ、ね、うん、そうそうそう、いや結婚したらよかったやんっていうふうに言う人って少ないよね、うん、ね、よかったなって、ね、うん、普通そっからですよね、うん、で、やれ年収だなんだなんてそんなどうでもよく、愛があれば結婚するしね、そうそうそう、トラブったら間でおっちゃんらが入ってくれてね、そう、諭してくれりゃいいんですよね、そう、うん、でもそうそうなん違うかなっていつも思う、うん、だから、うん、なかなか適当に届き始めたけど、ええこと言ってますよ、めっちゃ。でしょ、うん、ね、あなたの結婚どうなんですかって言って。え、あなたの結婚、いや、それ最後に言おうと思って。どう言うたら、オチもやねんって言ったんですよ。オチになると思って、オチもちょっと引っ張りましょう。うん、でもまあそうか。うん、だからやっぱ、特に今ね、彼に伝えたことって、適切やったんじゃないですか。わかりやすい、うん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 。だからいいのよ、何でもやりゃ。やりたいことは、その犯罪以外はことは、うん、そうですね、犯罪ダメです、犯罪はダメやけど、車あれ欲しいねんと思ったら買ったらいいねん、買ってから考えたらいいねん、うん、結婚したいねんって結婚してから考えろって、そうですね、まず飛び込め、そうそうそう、やる前からいろいろ考えすぎんねん、そんなで結構ね、いいことばっかり言って、前崎さんは結婚生活や、結婚苦行でございます、どうもありがとうございました。